YouTube ライブもね、もう5回目でございますよ。ということでね、第9話、本当につい先ほど終了しましたけど、どうでしたか？見てくださった皆さん。今回もね、最速でこの神回のね、感想を共有していこうかなと思うんですけども。ということで、まあ、まず自己紹介から改めまして、あけびこみち役の村上真夏です。テレビアニメ、あけびちゃんのセーラー服、東京 MX 岡での第9話の放送が先ほど終了いたしました。ありがとうございます。ということで、皆さん先ほど、なんかあの YouTube の方のチャットでめちゃめちゃ風船飛ばしてくださったりとか、ね、なんかしおりもついたりとかハンバーガーとかいろいろ絵文字見ました。ありがとうございます。なんか見てて楽しい気持ちになりましたよ。ありがとうございます。そんな感じでね、皆さんの感想を YouTube ライブのチャットもしくは Twitter ハッシュタグあけびちゃんのセーラー服で聞かせてください。また Twitter では感想投稿キャンペーンも実施中です。テレビアニメあけびちゃんのセーラー服公式 Twitter アカウントをフォローの上、あけびちゃんのセーラー服のハッシュタグをつけて感想をご投稿いただいた方の中から抽選で10名様に私村上真夏のサイン入りあけびちゃんブロマイドをプレゼントします。第9話は3月11日金曜日までの応募受付期間となります。皆さんのご感想をお待ちしておりますよ。ということでね、今回はですね、雨でびしょ濡れになりながらも美しいアジサイの花に微笑む小道水カエルちゃんということで、尊いし可愛い、なんかこのやっぱり水も滴るいい女になってますね。可愛いわ。で、後ろのアジサイも素敵ということで、青春を感じる一枚となっております。ブロマイドは前は絵柄が違うので楽しみにしていてください。詳細は公式ツイッターをご確認ください。またまだこれから9話見るんだよねという方もいらっしゃると思いますので、感想をご投稿いただく際のネタバレにはご配慮いただけますと幸いでございます。そしてね、今週は放送前に古城友乃ちゃん役のシオンと一緒にツイッタースペースあけびちゃんのスペースを配信、そして放送後に YouTube ライブあけびちゃんのミニライブをね、今お届けしておりますよ。深夜にもかかわらず600名近い方ご視聴ありがとうございます。たくさん感想共有していきましょうね。ということで、そう、ツイッタースペースにも来てくれたシオン演じる古城友乃ちゃん、第9話ね、めちゃめちゃ可愛かったですね。ちょっとね、ちび友乃ちゃんもね、登場なんかしちゃったりして、あの綺麗なキラキラお目目が本当に尊かったでございますけど、すごいシオンさんと仲良しすぎてびっくりした。そうそうそう、今急激に距離を縮めてる最中なんですよ。シオン呼び、そうね、いないところです。シオンっていうのはちょっとね、ちょっと恥ずかしかったけど、届いてるといいな、シオン。もうこの後もちゃんとね、連絡を取る約束をしたので、多分どんどんね、仲良くなっていきますよ。あ、そうね、いろいろ感想、あ、ちびこみちも可愛かった、ありがとうございます。そうね、あー、そう、服本当にお揃いみたいでしょ。写真多分ツイッターの方にも上がってるんですかね、私としおんちゃんのね、の本当に本当偶然の、あのなんかユニット感ある衣装が可愛かったので、ぜひ皆さんにも見ていただきたいと思います。そしてね、 YouTube ライブ今日もね、一緒に楽しんでいきましょう。こうやって本当に皆さんのコメントたくさん拾っていきますので、もう私だけじゃなくて、本当にこれはミニライブは皆さんと一緒に作ってるので、ぜひぜひ一緒に盛り上げてくださるとすごく嬉しい気持ちでございます。そして今日も相も変わらずあけびちゃんのセーラー服パーカー着てますよ。かわいい、嬉しいです。ということでね、第9話の振り返り早速いこうかなと思うんですけど、まずこちらにございます。じゃじゃん、第9話のアフレコ台本。表紙にも使われている、放送前に公式ツイッターで公開されていた黒木みゆき監督直筆のイラストとコメントはもうご覧いただけましたでしょうかね。今回はランランランということで、あのね、給食班4人が雨の中風船を持って走ってるあのシーンでございますよ。かわいい、なんかみんながめちゃめちゃ笑顔で走ってて、すごいね、青春を感じますね。そう、今回はこの4人がね、割と中心のお話でした。かわいいですね、ほんと毎回イラスト可愛くてもほっこりしちゃうわ。楽しそう。あ、なるほどね、ランランランって走ってるランと、なんか気持ちがランランランみたいな、そういうのがかかってんのこれ。わあ、今初めて知った、すごい。あ、コメントで
そうね、びっくり。かわいいね。今回もかわいい。そう、本当に毎回アフレコがのイラスト、アフレコ台本のイラストがかわいくて、そう、たまにね見返しちゃうんですよ。台本の表紙見たり中見たりして思い返してる。そんなかわいい私でした自分がかわいい。嘘冗談。そして今回もね、今日の放送について話していきたいんですけど、場面カットもね、ほかほかの場面カットも用意しているので早速見ていきましょう。まずこちら、エリカちゃんの初ハンバーガーカット、これすごいかわいい。そっか、ハンバーガー食べるの初めてだったんだっていうのがもうね、なんかちょっとかわいいし、あの食べ終わった後になんか照れて おいしいわよって言ってるのがさ、なんかすごいかわいくてね、アフレコ中もなんか本当にかわいくて、あの笑いとかは、まあ、アドリブっぽいアドリブというよりもなんか自然に笑ってねみたいな感じだったんですけど、もうかわいすぎても自然とね笑みがこぼれてきちゃいましたよ。素敵だわ。そして次はトウコちゃんのカットかな。こいちょっと、あーこれはあれかな、もう本当に終盤の肩車するシーン、騎馬戦みたいなするシーンかなと思うんですけど、すごいね、汗を垂らしながら一生懸命みんなでなんか協力して一つのことを成し遂げようとするシーン、尊い青春って感じ。美味しそうに食べてるな。そうね、エリカちゃん美味しそうに食べてましたよ。では続いて友野ちゃんのカットかな出ました、もうランドセルしょって、いや中学1年生だから本当つい最近なんだけど、ランドセルをしょってるのは、やっぱりランドセルってさ、可愛い、なんていうの、アイコンって感じがしてすごい可愛かった。なんかその小学生だからやっぱり今の友野ちゃんよりもちょっとなんか無邪気さがあったりとかしてね、この小学生友野ちゃんも可愛いわーと、ちび友野、そうちび友野可愛い、ちっちゃい小沢さんだって可愛い、皆さんやっぱり可愛かったよね。いいですね。ということで本当今回はちょっと可愛いシーン多すぎて全部可愛くて選べないんですけど、皆さん なんかないですか、特に印象に残ったこのシーン良かったよみたいな、たら教えてほしい。そう、なんか私事前のツイッタースペースでもね、あのしおんちゃんと話してたんですけど、今回みんなの制服じゃない私服半端なくて、しかもね皆さん知ってました、この私服案なんと原作のヒロ先生が案を考えてくださったそうなんです。すごい、それぴったりだった。まずなんか細かいところまで本当になんかキャラクターの個性があるなと思って、例えばあのスカートを履いてくる友野ちゃんと瞳子ちゃん、しかも瞳子ちゃんは爪までね可愛く塗ってたりとか、髪型もいつもと違うことやってて、なんか本当になんかおしゃれしてたんだな、なんかシティガールっていうの可愛いですねっていう風に思いましたし、なんかねここでズボンを履いてきて結構ラフだった小道もなんか、あ友達ときっとどっかに行くのは初めてなのかなとかね、そういうなんかドキドキだからどういう服がいいのかきっとまだなんか考えてる最中なんだろうなとか、そういうのも可愛かった。あーそうね、古城さんのイメージが変わった9話、あ確かに結構今回は古城さんにスポットライトが割と当たってて、それこそ幼少期っていうのかなの時とかだったりとか、どういうことがしたいとか、本が好きだけどやっぱりちょっとまだ書けないよとかね、そういう心の葛藤とかもあってよかった。そう、あ、ヒロ先生ありがとうございます。そうそうそう、小道ちゃんはね動きやすい格好だったのかねそうね、確かに分かりやすく瞳子ちゃんはめちゃめちゃおしゃれしてあの髪の毛やってきて、で小道は地味に前髪を切ってたっていうね、髪切ってたって、でさそれに気づくエリカちゃんの愛の大きさっていうのを感じますよね。そこ気づくって前髪、私すごい人の髪切ったのに敏感で、切ってなくても髪切ったでしょって言っちゃう敏感すぎて、髪切ったでしょって言ったら、あ切ってないよって言われ、あじゃあちょっとなんか、そうそれでそういう時にやべってなれちゃう、わ間違えたこと言っちゃったって、わどうやって対処するかっていうのがあって、あなんか今日すごいいつもよりも本当いつもにまして可愛かったから、なんかイメチェンしたのかなと思ったって言うといいよって教わった。皆さんも髪切ったって言って間違えたら、あすごいいつもにまして今日可愛かったからさって言ってみてください。
なんかいつもにましてかっこよかったからさって言うとみんな気持ちが上々になるのでそれ敏感って敏感ですよ。私髪切った、実は私髪切ってないんだよね。言うチャンス言うチャンスだよみんな、ここで。あ、全然、あ、まあ言ってくだ言ってくれるかなっていうのを期待してう挨拶代わりじゃないですよ。イケボでお願いします。髪切ったイケボの概念とはってなりますね。そうそう、あ、ちょっとやばいやばい、え、みんなのちょっとあの好きだったシーンが気になるんです。ちょっと好きだったシーンを聞きたい。あ、そうね、最後のさ、みんなで笑い合ってるシーンもめちゃめちゃ良かったし、なんかその途中の伏線がしっかりと回収されてて、あ、あそこのシーン大切だったんだなとかね、思いますね。うんうん、すごい。あ、イケボを辞書で引いてこいって言われちゃった。ちょっとちょっと、どういうことよ。イケボなんて人の感じ方次第なんですから。あ、はい、すいません。はい、ということでお知らせに行きたいと思います。はい、ここからお知らせのコーナーです。なんと今日は新情報がめちゃめちゃありますので、皆さん本当に耳をたくさん広げて聞いといてくださいもう髪の毛ちょっとこうやってねやってくださいね。ということで、まずテレビアニメあけびちゃんのセーラー服ブルーレイ& DVD 第1巻は4月27日に発売となりますが、本日ジャケットが解禁となりました。こちらです。美しい、はい、もう美しい、もう一言目に美しい、そして二言目も美しい美しい小道ちゃん、なんかこの何ちょっとさ、桜をなんかが落ちてくるのをなんか見ながらね、可愛い、見上げてる可愛いんですけど、もうこれだけでも本当に素敵な部屋に飾りたいぐらい本当にいいんですけど、なんとこちらジャケットイラスト実はこうなっております。ということで、まさかの本当スタンディングオベーションですよ、全世界が。まさかのね、この給食班4人だったっていうね、小道1人かと思いきや4人で、しかもね第9話が放送した後にこのね皆さんで見るイラストの公開がね、この4人ということで、なんとかディスティニーを感じますよ。ちょっと英語使っちゃったディスティニーをフィーリングしちゃう、やばいやばい、滑ってるぞそう、でもこれすごく可愛いですし、こちらなんとキャラクターデザインの河野めぐみさんによる書き下ろしのジャケットイラストということで、本当にすごい線が細かい、素敵だわということで、たくさんね皆さんお手元にゲットしていただいて、細かいところまで見ていただきたいなと思います。美しいというレベル超えてる、そう本当に。そう、エリカちゃんの髪もすごい綺麗で、本当一本一本見えますよ重要文化財じゃん、だって本当にそうそうね、とても美しい、そう拍手するしかないんですよね。まあすごい素敵なので、ぜひぜひ皆さんも撮ってお手にお願いします。ということで、改めて第1巻の完全生産限定版特典をご紹介します。こちらです。ということで、ずらずらと並んでおりますが、まずは原作ヒロ先生書き下ろしの全巻収納ボックス、こちらついに皆さん色がつきましたよ素敵、しかも立体の方のイメージもね出て、あーすごいですね、かわいいかわいい、素敵だ、なんかよりね色がつくと躍動感とかも感じますし、かわいい卓球のラケット持ってたり、なんかみんなそれぞれ個性がありますね。あ、ラケットも持っていたりね、素敵でございますよ。そして先ほど紹介しました書き下ろしジャケットですね、こちらまた特製ブックレットはなんと40ページの大ボリュームでお届けします。そして老梅学園中等部1年3組学級新聞もついてきます。こちらキャスト一問一答は私村上真夏と空さん雨宮空さん、そしてキャストインタビューは村上真夏、雨宮空さん、和歌山紫苑さんの3人が登場しますよ。楽しくお話しさせていただきました。そして先日お知らせしておりますが、特典 CD にはオープニングテーマ始まりの刹那がフルサイズ、インストゥルメンタル、テレビサイズの3種類で収録されております。
さらに特典映像にはノンクレジットオープニングエンディングが収録となっております。そして最後にですね、オーディオコメンタリーは第1話を私あ村上私天宮そらさんと一緒になっちゃった。ダメダメ違う違う、私は村上真夏そらさん好きすぎてちょっと先に言ってしまった。私村上真夏と天宮そらさん、そして花澤香菜さん、お母さんですね。そして第2話は村上真夏、天宮そらさん、鬼頭あかりさんでお送りするものとなります。こちらも本当にね、いろんなお話をさせていただきまして、もう本当にめちゃめちゃ楽しく収録させていただきましたので、ぜひこちらもお楽しみにしていてくださいと。まあね、本当に特典が豪華で盛りだくさん、これはもうちょっとぜひぜひ聞いていただきたい、手に取っていただきたいと思います。ということでね、そうね、オーディオコメンタリーとかもありますけど、学級新聞なんだろうってちょっとまだ皆さん想像がつかないかなと思うんですけど、こちらも本当に、ね、楽しいものになっておりますので、ぜひぜひ期待して待っていただけたらなと思います。ということでコメントもね、そうね、本当にそうよ、特典いっぱいで豪華、そうだよ、学級新聞いいな。そうなんかやっぱりさ、学園ものだから学級新聞っていうのがめちゃめちゃいいですね。おすすめはどれですか？おすすめは全部ですよ。もう端から端まで全ておすすめなので、ぜひぜひ見ていただきたいなと思います。ということで本編はもちろんですがね、このようないろんな特典も合わせてお楽しみいただきたいと思います。そして本日はさらに店舗別購入特典の絵柄、ラフ、サンプルイメージも一挙に公開していきたいと思います。まずはアニメイトさんの全巻特典書き下ろし、小道ユア&カオイラスト B2 マルチクロスの絵柄ラフがこちらです。わー、かわいい、もうラフなのにね、すごくかわいいですし、カオちゃんのリボンもかわいいですね。そう、カオちゃんのさ、リボンといえばさ、第8話前回の C パート見ました？なんてかわいい、なんて尊い、ね、カオちゃんもかわいいし、小道ちゃんのちょっとお姉さんチックなところもね現れてて、すごく素敵な C パートでした。なんか C パートがトレンド入りもしてたですよね。だからちょっとそれも皆さんやっぱり C パートびっくりだったんだなと思って、すごく可愛くて素敵でございます。さらにクラスメイト16名マグカップのサンプルイメージがこちらとなっております。ということで、まさかのさ、16名がさ、みんないるなんて思わないじゃない？すごい素敵で可愛いでございますよ。しかもここ桜もね、散っちゃってて素敵でございますね。ぜひぜひお手に取っていただきたい、可愛いわ。続いてアニプレックスプラスさんの1から3巻特典、あけびこみちのセーラー服ラバーチャーム、そして4から6巻特典、狼狽学園制服ブレザーラバーチャームのサンプルイメージがこちらになります。ということで、わー、かわいい、こちら冬服かなと思うんですけど、かわいいですね、ラバーチャーム。こんなのさ、カバンにつけてたらかわいくて、多分さ、道行く人みんなに聞かれちゃうね。え、それどこでちょっと買ったんですかみたいな。いや、そしたら言ってください。あの、あけびちゃんのセーラー服というアニメがありまして、こちら特典でついてきますよって皆さんがもう宣伝してください。かわいい、やっぱりカバンにつけちゃうかな、カバンかな、私はカバンにつけたいなと思いますね。そして全巻特典の書き下ろし、小道&エリカイラスト英語サイズキャラファイングラフの絵柄ラフがこちら。かわいい、こちらは夏服バージョンかなということで、なんか夏服になるとガラッとね、雰囲気も変わって爽やかになりますけど、2人がねピースなんかしちゃってかわいいわ。こっち見て、あらららら、なんかすごい無があった気持ちになって幸せな気持ちになりますね。とても可愛いでございますよ。続きまして Amazon さんです。全巻特典の書き下ろし、小道&トーコイラスト F6 キャラファインキャンバスボードの絵柄ラフはこちら。あららら、ら、あ、これは何何、2人してクッキー食べちゃってるのかな、多分これはトーコちゃんがね、作ってくれた量で作ってくれたクッキーなんじゃないかなと思うんですけど、可愛いわ。なんかさ、このそれぞれのコンビごとにさ、いろいろね、こだわりがあって可愛いですね。いや、尊い、そう、尊いんですよ。エモい、エモい、エモいね。夏服用のセーラーもお母さん作ったんですかということで、それはアニメを見てくれればわかるかな。
と思う。可愛いは正義。そう、あ、そうね、夏服バージョンのイラストも可愛いですね。とても可愛い。そして次は楽天ブックスさん行きましょう。全監督展書き下ろし、小道&友のイラスト F3 オリジナルキャラファインボードの絵柄ラフはこちらになります。ということで、何これ、友のちゃん寝ちゃってるの。ということはね、可愛い読み聞かせしたんですかね、小道が。しかもさ、私これすごい、なんか私がすごいいいなと思ったのがね、小道ちゃんの足裏が見えてるところ。これちょっと私すごい足裏好きで、いいかな。しかも、ね、靴下履いてるのもいいし、友のちゃんが寝てるのもすごく良くて、時間止めたい、寝顔好き。あ、この後メガネ取りそう。確かにいいね。なんかさ、イラストだけどこの前後の何動きとかも想像いろいろできて、本当に可愛くて素敵ですね。ということで、皆さんぜひぜひいろんな特典を手に入れてみてください。そして次はアミアミさんの全巻特典 A5 サイズマウスパッドのサンプルイメージがこちら。こちらキービジュアル第2弾が使用されてますね、うん、本当に何度見ても美しい。後ろにも貼ってあります。そして続いてソフマップアニメ画さんの全巻特典 B2 タペストリー&小道絵柄 A3 半彩布ポスターのサンプルイメージがそれぞれこちらとなります。ということで、こちら第1弾と第3弾のキービジュアルですね。いいですね、この大きさで見るとまたまた素敵でいいでございますよ。そしてそして、ツタヤオンラインさんの一巻特典エルバンブロマイドはこちらになっております。出るかな。あー、ということで可愛いですね。続きまして、最後が虎の穴さんの全巻特典 A3 タペストリーがこちらです。あららら、 A3 ということは結構大きめかなということなので、皆さんぜひぜひ楽しみに待っていてください。ということで、どん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 行ってきましたが、皆さんついてこれましたか。いやー、多分ね、多くの方は情報量が多くてついてこれなかったよと思ってるかもしれないので、そんなそこのあなた、そう、あなたです。今あなたに話しかけております。あなたは公式サイトのブルーレイ &DVD ページでご確認してくださいね。今後の続報もお待ちいただければと思いますが、まあ、こちらの YouTube ライブが終わってからね、公式サイトのご確認していただければなと思います。皆さんお楽しみに。そしてそして、続いて楽曲情報、今日本当皆さんにお知らせすること盛りだくさん。まずはこちら、福本美希ミニアルバムヘムフロムテレビアニメあけびちゃんのセーラー服が先週2月23日に発売となりました。本当さあすごいですね。店舗購入特典は福本美希、CV 斉藤石香さんからのおはよう、おやすみ、応援ボイスメッセージダウンロードカードとなっております。こちらのボイスは原作ヒロ先生監修で、福本美希演じる斉藤石香さんによる完全新規取り下ろしということで大好評のようです。こちらね、私もね聞かせていただいたんですけど、多分聞いた人わかるよね、思わず声出ちゃわない、あれ黙って聞くことは不可能ぐらいの、本当にねすごいキュンキュンしますし、可愛いですし、なんか頑張ろうって思えるね、そんなボイスになっております。これ本当皆さんに聞いてほしいんですが、なんとなくなり次第終了ということなので、対象店舗にてぜひチェックしてみてくださいね。ぜひぜひ聞いてみてください。そして福本美希ミニアルバムヘムに収録されている全6曲と、そのミニアルバムに収録されている美希ちゃんの楽曲をローバイ学園中等部1年3組がカバーしたテレビアニメあけびちゃんのセーラー服のオープニングテーマ始まりの刹那も同じく配信開始となりました。わー、ありがとうございます。こちらね、各種音楽チャートで上位にランクインということで、皆さん応援ありがとうございます。嬉しい、たくさんの方が聞いてくださってるっていうことなのかな。ありがとうございます。私もね、本当歌ってる身なんですが、めちゃめちゃ聴かせていただいてて、よくない、この楽曲本当にすごい思ったのよ。朝聴けばなんかこれから一日頑張ろうかなと思えるし、夜聴くと、あ、一日頑張ってたなっていうのが分かって疲れも取れるし、昼に聴いたら午後頑張ろうって思えるし、本当いつ何度聴いてもね、すごい元気になれるソングだし、すごいなんかキラキラした曲なので、ぜひね、そのミキちゃんの曲と合わせて聴いていただけたらなと思います。ぜひね、フルバージョンで聴いていただくと、なんだろう、やっぱりそのみんなの E メロと
かね、2番からちょっと感情が変わった感じの歌い方とかもね、分かりますし、やっぱりね、曲が完璧だなっていうのが分かると思うので、ぜひぜひ聴いていただきたい。ちなみに私さ、ミキちゃんのヘムの中でイルミネーションがめちゃめちゃ好きで、でもなんか何かっこいいデビュー曲なんだけど、ミキちゃんのなんかいろんなかっこよさが出ててすごい好きな曲で、割とねそこをリピートしちゃっております。そう、ずっと聴いてるスルメ曲だった、ありがとう。そうそう、爽やかで聴いてて気分がいいんですよね。1年3組っていうクレジットがまたいいんだ。そうね、確かにみんなでね歌ってるって感じがするよね。うんうん、最強、元気出る、いつ聴いても響く曲。そうそう、お、出勤時と帰り道で聴いてくださってる。そういいよね、なんかお仕事頑張ろうと思う、ね、それこそお仕事中とかもさ聴きながら作業したらすごい爽やかな気持ちでお仕事できるかもしれない。元気になる曲ありがとうございます。ということでたくさん聴いてくださいね。続いて配信情報のお知らせです。 D アニメストアにてつい先ほど25時から第9話の最速配信がスタートしました。その他配信プラットフォームでは3月8日火曜日の正午12時より順次配信開始となります。詳細は公式サイトをご確認ください。テレビ放送でご覧いただいたよという方も、見逃しちゃったんだという方も、ご利用のサービスで何度でも何度でもご視聴くださいね。次に放送情報です。 MBS にてこの後26時8分より第9話が放送開始です。さらに日付変わって3月6日日曜日には23時から BS 朝日での放送となります。こちら全国どこでもご覧いただけますので、ぜひぜひご覧ください。最後にイベント情報のお知らせです。3月26日土曜日のアニメジャパン2022グリーンステージにて、あけびちゃんのセーラー服のステージを実施いたします。わー、ありがとうございます。こちら出演者は私村上真夏と木崎エリカ役の天宮空さん、うさぎ原東子役の木戸あがりさん、そして古城智音役の和歌山俊雄さんとなります。ステージ応募の受付がなんと昨日より開始されております。3月11日金曜日の23時59分までの受付となりますので、ぜひぜひあけびちゃんのステージへの応募お待ちしております。楽しくメッセージできたらなと思うので、ぜひぜひ皆さん一緒に時間を共有しましょう。ということで、たくさんもう怒涛のねお知らせをしてまいりましたが、なんと YouTube ライブもそろそろ終了のお時間となりました。でもなんか多分なんですけど、前回私があまりにもここから喋りすぎたので台本にね、でもねここからが長いかもしれません、びっくりマーク笑いって書いてあるんですよ。でも私反省したの、あまりにも関係ないことを喋りすぎちゃったんじゃないかと思って、だからねちょっと反省してあけびちゃんに関係することをたくさん話していきたいなと思います。まあでも多分私がねこの後いっぱい話すだろうということで、先にお知らせをさせていただきます。来週3月12日土曜日、第10話放送前のツイッタースペースは生配信を予定しております。そしてなんと来週もゲストさんをお迎えいたします。ありがとうございます。こちら近日ねお知らせいたしますのでお楽しみに。そして次回 YouTube ライブの配信予定についてはお知らせをお待ちください。来週3月12日土曜日24時30分から放送開始となる第10話の次回予告やあらすじは3月9日水曜日の18時に公開予定ですので、公式サイトやツイッターをチェックしておいてくださいね。ということで無事すべてお知らせし終わりました。ありがとうございます。本当にね怒涛で今日めちゃめちゃお知らせしたので、あちょっと早かったわということはね、それこそこの YouTube ライブが終わった後とかにね、あの公式サイトとかの方チェックしていただければなと思います。あ、来週の予想してますね。まあね、来週はどうなるのか予告の方をお楽しみにしていてもらってここから多分15分喋るぞって、いやそんなこと言ったらじゃあ3分で締めるわ15分って言われたら3分で締める。そしてまあね、まあ、締めると言いつつ、公式インスタのねストーリーの方で実は質問を応募しておりまして、そちらにお寄せいただいた質問にお答えしていこうかなと思うんですけど、まず9話で友奈ちゃんの好きな作者の本が出てきますが、真夏さんにとって好きな作者さんは誰ですかという質問があるんですけど、これは言わずもがなですよ。ヒロ先生、決まってるじゃん。ヒロ先生って決まってるじゃん。だってさ、あんなに素敵
ストとあんなに尊い物語を書く先生ですよ。最高に聞いてます。しかもツイッタースペースとかもさ聞いてくださっててありがたい。なんなら私そうアフレコのね1話のアフレコが始まる時に実はヒロ先生から頑張ってくださいっていう激励とともにイラストをいただいてって、なんか精一杯の元気でって小道ちゃんがってやってるイラストをいただいておりまして、そちらをね本当に毎回見ながらアフレコにも臨ませていただいたりしてて本当にもうすごく大好きな先生でございます。ありがとうございます。ということで皆さんもヒロ先生がちょっと大好きだと思うんですけど、もっともっと好きになってください。そうね、そう家宝ですよ皆さん。これはねずっとねそうデータだったから携帯の方にずっとお気に入りで登録しております。ということで続いて、小道ちゃんと友野ちゃんのコンビ名は何ですかってことで、私さっきめちゃめちゃ考えたんですよ。小道だし小城友野ちゃんだから、あコココンビだから子さんが3つなのでコココンビも可愛いなと思ったんですけど、ちょっとねスタッフさんとも相談してちょっといいんじゃないかなと思ったのがあって、小道と友野なんでコミットコンビ、よくない？コミット、コミットちゃん可愛いよね。ちょっとおしまいコンビに続いてちょっとねコミットちゃんも流行ればいいなと思うんですけど、逆に皆さんなんかあります？いい案募集したいな。あ声優さんは音割れコンビって、違う違う違う、いつも音割れしてるわけじゃなくて、私たちはさっき興奮してたので音割れしちゃっただけ、たまたまよ、たまたまあるかな。言いづらって言われちゃった。コミットコンビ、コミトモ、コミトモ、コミトモ可愛いね。コミトモも可愛いかも。コミチと友のでコミトモ、あコミノもいいですね。音割れコンビは良くないって、だって全然キャラクター関係ないじゃない。あじゃあコミトモコンビもいいかな。コミトモコンビとコミットコンビでなんかヒロ先生含めなんか皆さんになんか刺さった方がもし流行ればいいなと勝手に期待しております。ということで続いての質問、今日あったラッキーなことは何ですかということで、今日あったのよラッキーなこと。いやそうそうなくない、なんか一日たまたまこの日にラッキーなことがあったよっていう日実はあって、今日私今日ねコンビニでご飯を買ったんですけど、たまたまなんかクーポンあるかなと思って調べてたらあって、しかもたまたま私がその時手に取ってたご飯がクーポン対象でなんと60円もね割引された。えすごくない60円って結構大きくないですか。大きいですよね。しかもなんかもう買う時になんかあこれはなんか計算してあ何百円ぐらいかなってなって、その時800円だったの、それが740円になって、なんかさ800と740ってなんか印象値がめちゃめちゃ違くてすごい嬉しかった、嬉しかったですっていうそういうラッキーなこと。でも私実はでもめちゃめちゃ割と運いい方でくじすごい当たる。一回なんかなんだビンゴゲームがビンゴゲームした時にまさかの2等が当たって、なんとね桃1箱が当たったって、多分20個ぐらいかな桃詰め合わせが当たってて、でもさすがにさ20個の桃って結構足も速いから食べれなくて、もうご近所さんに配りまくって桃いかがですかって言ってね配りまくってみんなで楽しく食べた、そんなこともあったりとか。本当でもくじめっちゃ当たる。この間もなんかレシートを取ったらなんか一等だったら全額返ってくるみたいなのも当たったし、そうでお店行ったら初めてですよって言われて、初めて当たった人見ましたって言われて、多分結構運はいいよかもしれない。あ運はいいですあなんだって私今年福王だしな。あそうだそうだ、え実は私まだ眉毛の毛伸ばしてて宝で、あ触れるかな、あ触れるかな、あありました、こうそうここまであるの。でも本当あの特番のあの新年特番を撮った時はまだね収まりが良かった
ったんですよ、宝毛の。しっかりと眉に沿って生えてくれてたんですけど、なんか最近あまりに伸びすぎて私の癖っ毛の部分が出てきちゃって、ほんと眉毛が癖っ毛ちゃっていつもね、なんか眉マスカラをつけるんだけど、眉マスカラでも皮膚の方にマスカラをつけて固定しないと、ちょっと割とね、ちょっとね、頑固ちゃんになってきてて、ちょっとそろそろ、あ、全部切ると言わなくてもほんのちょっと整えるぐらいはしないとなって思ってます。宝で育ててますよ、もちろん。だって運が良くなるんだったらしないといけないじゃない。あと私なんだっけ、手相、ここに星マークがあるんですよ、手相。え、ここなんか数字みたいな、これも運がいいらしくてずっとやってる。でも私なんかね、手相がちょっと変だよっていろんな人に言われる、なんか不思議な手相してるらしいから、いつかね手相占いもしてみたいなと思ってますよ。スター線っていうの、あ、そう、星マークがある、なんか運をつかめるとかそういうことらしい。そうそう、宝毛にストレートパーマかけるの。じゃあ今度なんか髪の毛宿毛矯正かけるときに、ちょっとこの眉毛もいいですかみたいな、長さ的にはやばいかな、言ったらちょっとこの子おかしいとなっちゃうやばいか、あ、丁重にお断りされちゃう。でもそんなこと言われたらなんか切られちゃいそうですよね。あ、そらちょっと整えますねみたいに言われたら。でもほんと私眉毛剃るときだってもうこうやって宝毛を指で保護しながら剃ってるんですから、そんなね小さい気遣いをしながら眉毛を育てているんですよそうで、ラッキーなことは何ですかっていうので、ここまで話が広がっちゃったわ。ということで、じゃあ次の質問いきますか。今日は、あ、こっちから行こうかな。突撃真夏の晩御飯ということでね、質問じゃないよまずと思うんだけど、そんなに私の晩御飯知りたい？まあね、今日も相も変わらず焼肉、違う、すき焼き弁当か、今日はすき焼き弁当でした。めっちゃ美味しかった。え、これ言っちゃっていいんですか、店名は。言わない方がいいか、店名は言わない方がいい。まあすごい某美味しいお店だったんですけど、美味しくて、すき焼きが美味しくて、しかもね、なんかちょっと甘いお豆みたいなのも入ってて、デザートみたいにもなりましたし、最強でしたね。もう美味しくてね、ずっと食べちゃったよね、ずっと食べちゃった、本当に。そうそう、もう毎回さ、来る時お弁当買ったって今日私、あの控え室入った瞬間に第一声が、あ、今日は丸々のお弁当だ、嬉しいって言っちゃって、すごい言ってましたよね、私も本当に本当失礼な子、私でも本当にそれぐらい嬉しかった、美味しかった。いや、私はもう、あの繰り返すのも全然、繰り返すのも全然本当美味しいので、全部。だって私本当同じものめちゃめちゃ食べれる人で、というか食べたくなっちゃう人で、やばかったのが一回なんかお弁当でハンバーグを食べたんですよ。ハンバーグ美味しいってなって、それから3日間ハンバーグを食べ続けるっていう、そのぐらいも本当に全然いけます何の自己申告だろう。いけますよ、リピート歓迎ですよ。そう、好きなものは何度食べても美味しいからハマっちゃうんだよね。ということで、まあ晩ご飯だったんですけど、それに加えてね、今日は何を食べましたかという質問も来ていまして、すごいね、私実はね、まあ相も変わらず今日もたくさん食べてて、まあ、もちろんその夕飯のすき焼き弁当でしょ。で、朝はなんか丸いパンにチーズとケチャップをつけたやつ食べて、あとサーターアンダギー食べて、でその後あの野菜スティック食べて、でその後にあのおにぎり、これクーポンで買えたおにぎりを食べてで、しかも、あ、このスティックもね、クーポンで買いましたよ。で食べて、であとあのゼリー飲料飲んで、あとあの干し芋食べて、あのスティックタイプのね干し芋食べて、でその後にあのハンバーガー食べて、美味しかった。その後にまたやっぱり野菜のね、健康目的に野菜を食べて、サラダ食べまして、あとポテトとナゲットを食べて、でさっき今はあ、言っちゃったさっき今あのすき焼きを食べました。で、すいません、大丈夫です、
大丈夫、記憶を消してください。で、この後にドーナツを食べる予定です。あとさっきカフェラテも飲んだわということで、そう、でもそう、まあ普段からこんぐらい食べてはいるんですけど、今日すごい偉いなと思ったのが、まずゼリー飲料にしたこと。いつもだったらおにぎりとかサンドイッチ行くところをおにぎり食べつつ、もう一個はちゃんとゼリー飲料にしたところと、食事は野菜から食べたところ、朝を除いて、ベジファーストなんで、ベジファーストなんで私。だからやっぱり血糖値の、ね、上昇はちょっと考えてる、食べてはいるけど、血糖値の、ね、上昇が緩やかだったらきっと太らないだろうという、そういう、ね、思い込みをしているので私は。まだ食べる、え、いやいやいや、嘘、炭水化物フルコース、いや炭水化物そんな取ってないよ。取ってるのか、バーグ、ハンバーグ、お弁当、朝パン、取ってるな、取ってるな、ほんと食べてる。どうですか、野菜から食べてるんで大丈夫です大丈夫です、ずっとこの生活なんで逆にそう、なんかずっと食べ過ぎてて、私最近胃を小さくしたい、なんかその食べれる量をなんか少ない量でもちゃんと満足できる体にしたいなと思ってて。分かります、やっぱり食べちゃうとね、やっぱりね、ちょっと気にしなね、顎とかがちょっと気になってきちゃうから気にしてます。でも、あ、きっと大丈夫だよね。やばい、太りそうなものばかり食べてないですかね。私めちゃめちゃ健康に気を使ったつもりだったんだけどな、今日。そっかそっか。そう、そうです。いや、おにぎりなんてこんなおにぎり。ハンバーガーだってこんなんだったからね。全然。こんなんだったからね。おにぎりだけにもおにぎり潰してますから。はい、ということで今日もめちゃめちゃ喋っちゃった。で、そう、なんとインスタの方で5000人ものお友達ができているということで、ありがとうございます。インスタの方でもなんかそうやって結構ね、皆さんとこうやってインスタでも質問の募集とかもしていますので、まだフォローしてないよという方がいましたら、お友達になってないよという方がいらっしゃったら、ね、ぜひぜひフォローしていただきたいなと思います。お願いします。ということでね、さっきの髪切ったとか言われたけど、実は私今髪伸びちゃって、いつか切らなきゃなと思ってますけど、今の、ね、長さが実はちょっと小道ちゃんと似てないっていうのがあって、あ、後ろか、そう、あ、こっちかっていうのがあって、ちょっとそれはキャラっぽいかなってちょっと思っております。かわいいわということですごい今日もたくさん喋ってしまいましたね。はい、もう変わらず、なんかいろいろ、じゃなんか最後皆さんからなんか話してほしいことあったら、それ最後話して終わろうかな。何そうか、ちょっと皆さんなんか教えて、何か聞きたいことあったら。そう、同じくらい。でもさ、そう、ここら辺が私が宿毛矯正がちょっと今かけられなくて、上の方がちょっとモサモサしてきちゃってるのでかけなきゃな。え、眉毛パーマすればいいんですかね。眉毛パーマ、なんか眉毛を整えられるパーマみたいなのがある。そっか、確かに。でも最近ちょっとチリチリなんですよね、宝毛が。あ、寒いから、寒いか、ダメだ。この後何食べるは、それドーナツですよ。いや、でもやっぱりやめた方がいいですかね。明日の朝に回した方がいいですか、ね、じゃドーナツは明日の朝食べます。ということで、あ、今流れてる曲もいいよね。あ、たくさん喋ってくれて。明日の朝ごはんはさ、じゃあドーナツでしょ。はい、じゃあこんな感じで終わろうか髪洗うの大変じゃないですよ。私なんか友達がくれた、何、なんか髪洗うブラシみたいなの友達がくれて、最近それ使ってるんですけど、あれめちゃめちゃいい、なんか頭皮がスカッとする。なんか、ね、興味があったら使ってみてくださいということで急に終わりますけどあ、そうか、明日じゃなくて今日の朝ごはんか。今日の朝ごはんじゃドーナツにします。ということで、以上、あけびこみち役の村上真夏でした。たくさんの方、800名近く、ありがとうご視聴ありがとうございました。また